はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。カルチャービットアを始めていきたいと思います。すごい残高残ってますね。おっと、しっとり怪我をしている。なので、しっとり出さないといけない。スタメンを交代。見ようかな。見ようとマドカを交代。行きましょう。勝ちます。勝率 52%。 フォルティール浜松戦。キックオフです。ですね。首が上げて、ボールを届かないね。まどか、拾いきれない。緑越えた。届かないよ、これは。届かないところでパスを出してはいけません。本丸なんかは不気味ですからね。苦手としてるチームですからね。ナイスインターセプト。おっと、緑がキツシュート。こちらボードのスローインです。あーっと、ここに急いでしまった。難しさを感じさせますね。おっと、マーフィーする。マークがきつい敵のこちらボールをするんです。攻め手がないですね。今度は逆サイド、マロカ。守備陣たくさんいるんですよね。緑、左にそれた。まもなく前半終了です。優内チェンジです。緑、あっ、疲れてたんで。その上で早くもシュートを打ち出します。攻め手がないです、このチームの前に。危ない、本丸に渡ってしまった。トミーコントロールか。チャンス、ユーナ選手権。いいですね。ミオのパスを見事にした。1対0です。
選手交代です。ミニカゴが気になります。セリダが響かなきゃいいですけどね。おっと、本丸が立ってしまった。シュート右。これ外れた。おっと、これは嫌な形だ。夏希が取ります。細かいミスも増えてきましたね。頑張りきれるか。さて、シュート。おっと、チャージが及ばない。残り5分。しかないんです。とにかくユナ・サチコが上がってきてセンタリングに2点目欲しい。さあアディショナルタイム、勝った？勝ちましたね。この壁の厚さですよ。あんたに何か手を取らせてくれません。後半10分でした。ユーナに変えたところ、これがうまく変わります。ワンチャンスを確実に決めてくれました。結局これが決勝点となりますからね。ということで、まあ、シュート半数を上回ってはいました。まあ、攻め込まになかったですけど、こちらも攻め込ま、あまり攻め込ませなかった。ということで2位はキープです。30決定です。というわけで、見ます大阪ですね。 C、強いかって言ったらそうではないんですけど、まあ、なんせ首位です。強いチームだって言えるでしょうね。まあ、ここの行けばジャパンカップです。まあ、この強さが、まあ、ちょっともう優勝は、決定優勝は絶望的ですが、意地を見せましょう。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。ブログ、ツイッターやっております。次のようにアドレス記載しています。気をつけておいてください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。また、ライブ配信やっております。
Twitter フォロー、もしくはですね、チャンネル登録、ご登録をしていただくことで、通知届くようになっております。ご視聴いただきありがとうございました。この動画の一方でした。